Это Потёмкин. Фильм идёт. どうも、ご無沙汰単語、ちぶんぶんと申します。今回語る映画はこちら。好きなマリング。ということで、一時期 X で話題となっていたホラー映画、ついに入手することができましたので見ました。めちゃくちゃ面白かったですね。で、もともとその YouTuber だった、そう、カイル・エドワード・ボールさんっていう方がいるんですけれども、バイトサイズド・ナイトメアーズっていう、なんか、いわゆる見る ASMR 動画なのかな？なんか、暗い場所、部屋とかを撮って、まあ、怖さを増幅させていく。なんか、悪夢的な映像を見せていくっていう、そういった、YouTube 動画を作っていた、カイルさんの、その、長編デビュー作として放たれた作品が、この、好きなマリンクなんですよね。で、好きなマリンクってタイトル、どういう意味かって調べてみたら、名前自体には意味がないんですって。語呂合わせを楽しむなんか造語らしくって、その20世紀初頭に上演されたブロードウェイミュージカルの曲で、まあ、子供向けの曲みたいな感じなんですよね。まあ、それがタイトルになっている作品ですと。で、今回はこちらの作品見てきましたのでレビューしていきます。よろしくお願いします。さて、こちらの作品、まあ、画期的な作品なんですよね。で、語弊を恐れずに言えば、ほとんど何も映っていないのにめちゃくちゃ怖いという、そういった作品となっております。なんかまあ、イメージするとするならば、その、ビデオドロームですとか、ポルターガイストのように、まあ、数十年ぐらい前、をイメージしていただけたらいいんですけれども、で、家の中でもう夜ですよ、真っ暗な中でテレビだけが映っている、で、その光で映っている空間ってなんか独特な怖さってあるじゃないですか。不気味な怖さってあるじゃないですか。その空間をずっと映していくんですよね。ただ明確にその空間、例えばリビングだったらリビング、ベッドルームだったらベッドルームを映すんじゃなくて、なんか天井だけとか階段の一部だけしか映っていないんですよね。で、何が起きてるのか全くわかんないんですよ。ただ時折人の気配がするんですよね。なんか電話とか物を落とす音がしたりとか、あと子供の足が見えたりとかするんですよね。で、かすかな子供のささやき声から、まあ、この映画何が起こっているのかがだんだん分かっていくみたいな、そういった内容となっております。で、実際に見ていくとすごい不気味なんですよね。もう本当に暗くて何も見えないんですが、突然明確になんかトイレが映ったりとかするんですが、次の瞬間パッてトイレ便器が消えたりとかするんですよ。どうやらこの映画の世界ではどんどんとその空間から物が消えていくらしくって、トイレが消え、窓が消え、扉が消えていくと、出口がなくなっていくんですよね。で、そんな中子供が2人いるんですけれども、どうやら出口を探しているらしくって、まあ、警察に電話をかけたりとかするんですよね。で、もうかすかな、もう全然話せない、イエスかノーぐらいしか言えないんですけれども、どうやら大変なことになっているぞと。で、映画を見ていくと、なんかパッと黒いものが、なんか飛び散るような感じだったりとかするんですよ。まあ、血が飛び散っているわけですよね。で、観客の脳裏の中でもう大変なことが起きているんじゃないかっていう、ひょっとしたら DV かもしれない、まあ親が子供をいじめているのかもしれないとか、そういった想像力がかきたてられて、それがどんどんと怖さにつながっていくみたいな、そういった作品になっているんです。で、なんといっても色彩が素晴らしいんですよね。まあ、ビデオのノイズ感、ビデオテープで再生したようなノイズ、まあ、呪いのビデオみたいな感じになっているんですけれども、そこに赤とか青とかそういった色を混ぜ合わせて、まあ、どこか懐かしい、まあ、昔のホラー映画を見ているような空気感の中で、でも決定的に悪用とか殺人鬼とかそういったものは映っていない。でもなんかずっと見ているとゾワッとするんですよね。で、これ100分あるんですよ。で、
まあ、YouTuber がその映画を撮った場合に、まあ、短距離走から長距離走になるわけじゃないですか。まあ、優等ダビになってしまったりとか、そのこの見せないホラーってどこまで引き伸ばせるのかって結構問題になってくるわけですよね。まあ、ひょっとすると100分も持続したら途中で退屈になってしまうんじゃないか、なんか見慣れてしまって飽きてしまうんじゃないかって思うかもしれないんですけれども、安心してください。もう常になんか何かいるぞっていう気配が、そう、好奇心を持続させていくんですよ。で、油断していくとパッとジャンプスケアではない何かが飛び込んでくるんですよね。ジャンプスケアってワンみたいな感じで来てびっくりするじゃないですか。それとは違った感じの驚かせ方で、それがまた怖かったりとかするっていう、こういったのをちょいちょい入れているので、全く飽きることなく100分間、駆け抜けることができたかなって思いました。まあ、フィルマークスでも評判が高い作品なので、でこれ家で見るっていうよりかは、なんか映画館で見た方がいいのかな。結構暗くって、そのパソコンの画面だと見づらいとかがあるので、まあ、できれば日本公開してほしい作品かなって思いました。まあ、日本公開されたらぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうかっていう感じですね。当チャンネルではミニシアター映画とか日本未公開映画を中心に映画を紹介したり批評していく映画批評系 VTuber となっております。もし面白ければ高評価チャンネル登録お願いします。モチベーションにつながります。それではまた今度。